い、何見てるんだよ。一丁やってやるか。私を呼んだのはお前か。おい、何見てるんだよ。私を呼んだのはお前か。一丁やってやるか。私でもいいのか。私でもいいのか。隊長だから特別だぞ。隊長だから特別だぞ。おい、何見てるんだよ。私を呼んだのはお前か。一丁やってやるか。ん？私でもいいのか。隊長だから特別だぞ。おい、何見てるんだよ。私を呼んだのはお前か。一丁やってやるか。ん？私でもいいのか。隊長だから特別だぞ。ああ、分かっている。なんだ、戻ってきたのか。怒っただと？怒ってなどいない。普通に話しかけただけだ。坊や、かわいい人形を持ってるじゃないか。ちょっとお姉ちゃんにも見せておくれ。そしたらいきなり泣き出して逃げていってしまった。隊長か、何か用か。なんだと。なんだと。私がカリナに殴りかかるとでも思ったのか。そうか、そう見えるのか。私はカリナたちと友達になりたいだけだ。もう少しで話しかけられたのに。やはり目つきが悪いのが誤解を招くのか。睨みつけているつもりはないのに、子供たちには怖がられるし、このままでは誰とも友達になれないままだ。悲しい。なんだ今ならカリナに声をかけられるだと。私が話しかけるのか。急に
そんなこと言われてもダメだ。なんだか緊張してきた。いや、しかしまだ心の準備が。いや、しかしまだ心の準備が。あ、どうも。この後、どうしたらいいんだ。頼む、教えてくれ。話をすればいいだって。普通ってなんだ。もっと具体的なことを言ってくれ。無理を言うな。心臓が口から飛び出しそうだ。何何？何の話？今大事な話をしているんだ。邪魔をしないでくれ。ごめん。きっとカリナに嫌われた。せっかく声をかけてくれたのに、睨みつけてしまうなんて、私ってやつは。この目が無駄にみんなを怖がらせる。この目がいけないのか。どうして少女漫画のようにキラキラの目に生まれてこなかったのか。そうだな。すまない。水を一杯くれないか。お、本当か？信じていいんだな。取り乱したりしてすまなかった。ちょっと頭を冷やしてくる。なんだ、隊長か。もう放っておいてくれないか。自分で自分に嫌気がさしたんだ。こんなに目つきが悪くて愛想のない女なんて、どうせ誰も友達になってくれやしない。みんなと仲良くなっておしゃべりできたらいいなって思っていたけど、所詮叶わぬ夢だったんだよ。だってそうじゃないか。カリナを睨みつけて怯えさせてしまうし、全部この切れ長の目がいけないんだ。だってそうじゃないか。カリナを睨みつけて怯えさせてしまうし、全部この切れ長の目がいけないんだ。何をするんだ。やめてくれ。自分の顔なんて見たくもない。そんなことあるはずないだろう。なんだと？どういうことだ？じゃあ何がいけないって言うんだ。
ほんの少しの勇気が足りないからだと。どんな相手にだって思い切って声をかけなければ何も始まらない。その努力を怠ったのがいけなかったって。そうかもしれないな。本当は自分でもうすうす分かってたんだ。友達ができないのは目つきのせいじゃないってことを。人見知りで声をかけられないのは別の理由で言い訳していただけなんだ。隊長に言われてはっきりと自覚したよ。言いにくいことを言ってくれて感謝する。これからカリナのところに行ってくる。そして勇気を出して話しかけてみるよ。だけど不思議だな。今思えば隊長とだけは初めて会った時から普通に話せてた。隊長には誰とでも仲良くなれるっていう不思議な才能があるのかもしれないな。これからも何か困ったことがあったら隊長に相談するよ。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。どうしよう。ちょっといいか。ん？な何？あの友達になってはくれないか。あ、はあ。